もうね、ついに来ちゃったわけですよ。八神ライト、デスノートの主人公でございます。これ、あ、どうも、里見です。よろしくお願いします。あのね、この八神ライト、あの、ついに第五人格デスノートコラボでこの世界に舞い降りてしまったわけなんだけど、一個言わして、なんで弁護士なん、職業。本当にもう運営の代わりに俺がね、代表して謝っとくわ。もう本当にすみません。本当に弁護士で出してしまって、もう弁護士じゃなかったらすごい使われたキャラクターだと思うよ。本当もイケメンだし、かっこいいし、これスタイルもいいしね。これ超かっこいいのに弁護士。弁護士っていうのはね、第五人格の中で本当にワンツースリーを争うレベルで、本当にトップ層に位置するから、悪い意味で、うん、いい意味じゃないよ、本当に。なんか、ワンチャンいい意味なんじゃねとか思っちゃったかもしんないけど、全然悪い方の意味で、これ。もう、なかなか使われないし、本当に弱いっていうキャラクターなのよ。まあ、度重なる修正がね、なんかちょいちょい来てはいるものの、まあ、修正来てちょっと強くなったところで、他に今いる強いって言われてるキャラクターの足元にも及ばないっていうぐらいなんです。まあでも、まあ、戦えるっちゃ戦えるんだけどね。どうしてもね、他の、なんかこう、4人しかサバイバーやっぱ選べないっていう中で、なかなかピックするのが難しいというか、そういう感じになってしまってるんで、俺は全然好きだよ。弁護士の動画とかもたまに出すんだけど、ちょっとこれ今ね、実際に見せるんで、まあ、ちょっと買う時のね、参考にでもしてもらえればなと。で、能力紹介します。スキルボタンを押すと仲間の場所と、敵の場所が透けて見えます。以上です。以上ですって、もっとあるんだよ実際。もうちょっと詳しく言うとあるんだけど、まあぶっちゃけそんな感じ。ぬいかわしていく。で、どうするどうするどうする、そこ殴らない、これ。間に合うかな、ギリギリ。うう、よし、危ね、間に合った。そこ間に合うな、でかすぎる。で、こっち行くじゃん、んじゃあこっち行くじゃん。で、そこ割らせるじゃん。割らせるんだったら病院の中行きますよっていう。でね、まあ一応解毒速度が速くなったりするっていうのもついてはいるんだけど、それがついていたとしても、やはり、まあ、解毒速いキャラは他にもいると、うん、解毒速いから別に他にもいるっていうのが現状なわけなんですよ。まあだからね、そんなハンデを背負いつつも、やっぱ新世界の神となるために、八神ライトには頑張ってほしい。で、ちなみにこの八神、おお、それはできる、それはできる追い方。八神ライトくんなんだけど、ちょっと待って、八神ライトの話してたら死ぬな、これ、ガチで死ぬな。ここでちょっと騙されつつ、おい、いいよいいよ。これ、まさかのね、まさかのこれ素通りっていう、この、こっから出てくると思わせない。そして当てていく、これ素晴らしい。これはいいムーブかました。なぶねえ。読みに勝ってなんとか命を拾ったけど、本当だったら死んでた。おい、危ねえ。さあ、弾当たんないよ。ねえ、まあ、この八神ライトくんはね、本当にある種被害者なんですよ、本当に。死神リュークっていうのが人間界にデスノートを落としたっていうところから、そのデスノートっていうのは始まるんだけど、そのノートを拾わなかったら、この子はめちゃめちゃ、女優等生なの、本当に。正義感溢れて、もう本当なんか困った人は見逃せないじゃないけど、なんかその女性のそういう気持ちは利用することはできないみたいな、そういうのをきっぱりと、なんか臭いセリフをね、シンプルに言えるような子なのよ。まっすぐな、本当に。でもね、ある時ね、デスノートを拾って、偶然犯罪者の名前を書いてみて、偶然死んでしまって、そしてなんかこう、あだこうだやうちにね、そのノートの力であだこうだっていう風になっていくんだけど、マインド的には。もう、なんか実際に、デスノートって、所有権をね、あ、ちょっとこっから軽いネタバレいきます。なんで皆さんちょっと耳塞いといてください。デスノートって、なんか所有権を破棄することができて、まあそれ自体は、まあ漫画1、2巻ぐらいで、確かなんかこう、説明を受けてる時に喋ってる内容なんだけど、使ったってか、デスノートに関する記憶は失うのよ。だからどれだけデスノートで人のことを殺していたとしても、なんかその記憶もなくなってるし、もう全然なんかこう取り調べとか受けても知らないみたいな、しらばっくれることができるのね。しらばっくれるというか、まあ本当になんか覚えてないんだけど。で、その所有権を破棄した時があって、その時にもうガチで超いい子なの、本当に。僕はキラなわけじゃないじゃないかみたいな、僕と一緒にキラを探そう、こんなことしても時間の無駄だって言って、すっごいキラであることを疑われてたんだけど、だからここのね、なんかこの八神ライトがデスノートを拾わなかった時の本当の八神ライトだって考えると、ちょっと胸が痛くなるっていう。そうなの、うえー、当てていく。なんかね、もしね、またこうデスノートをね、拾わないでも誰かが拾って、そんでそのデスノートをね、追う側の人生だった時、ちょっと見てみたいなってすごい思う。 L と協力した八神ライトみたいな、無敵やんと思って、そこの世界見てみたかったけど、そうはいかないのがデスノートなんですよ、本当にね。性格もまあちょっと似てるっちゃ似てるし、反対、正反対って言った正反対の2人が手を組んで、まあ片方キラなんだけど、そう、 L はキラを探して、キラは L の名前を探りにずっとこうね、一緒に行動するわけなんだけど、そのね、2人のね、心理戦をやっていくうちに、 L がね、こ
ぼすんですよ。俺の大好きなセリフ言っていいっすか。八神くんは私の初めての友達ですっていう、もうねこれうーらよっとそのね、その加速の加速の道筋はもう完全に狙ってた。今あれを使ってくるやつって大体もう何にも考えないで進んでくるんだよね。だから急に U ターンしてうらーみたいなことやったらね、ちょっと当たるんじゃねえかと思って本当に当たったっていう。でもあれを当てることで今本当に無事に出れたわけだから完全勝利ですよ。やはりなんかデスノートの話してたら試合終わったんだけど。チャンネル登録よろしく。はい、もうというわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。まあ話は続くんだけど、今回軍需工場なんだけどね、やっぱね、エルがね、八神くんは私の初めての友達ですっていうセリフを聞いた時マジで胸が痛ね、もう痛くなった。本当に熱い痛いみたいな、この2人がガチで本当に手を組んでずっとこうキラを操作している世界マジ見てえと思ったけど、そんな未来訪れるわけもなくね。まあどんどん物語は進んでいくわけなんですけども、ちょっとこれ欲しくなってきたんじゃないの弁護士。しかもこれ地図じゃねえんだよ、見てんの、ほら見て、ずっとデスノート見てるっていうこれ本当だったら地図見てるんだよ、弁護士っていうキャラクターだったら。でこれデスノート見てもな、これ何にも書いてないからな、白紙のデスノートね、これライトくん。でちょっとこれ一等公開書まず起こしに行きますか。よし、オッケー、治療完了。あ、まだあそこでチェイスしてんな。まあでも確かに初心者の人にはまあ割となんつうのかな、いいっちゃいいかもしんないね。ハンターの場所とかなんとなくのね、こういう解読する暗号機っていうんだけど、この場所とかがわかるから、確かに初心者向けって言ったら初心者向けなのかもしれないけど、まあなんかそのむずいよね。マップとか覚えてない人たちだったらさ、この子すごいね、まあ使えるんだけど、そもそもチェイスっていうかその追いかける能力強くないから、そういう面で言うと初心者向けじゃないっていう。なんか万人受けする初心者受けなんかキャラ何なんだろうな。俺的にはまあなんか、調香師とかすごいおすすめっちゃおすすめだとは思うんだけどね、初心者から上級者まで。でもなんだ、誰なんだろうね、始めたばっかいいよっていう。まあ石とかも割とありなのかな。でもぶっちゃけ石ありか、自分のななんかこの傷を回復できるっていうのは確かにまあ強いんだけど、でも傷回復できるところまでそもそも逃げ切れないと回復できる時間ないっていう、そういうところもあるからね、意外にむずいんだよね、何を教えたらいいかっていう、その初心者にね。最近なんかさ、リア友がさ、第五人格さ、一人始めてさ、ちょっと教えててあげたりしたんだけど、難しかった。これ何教えればいいんだろうと思って、最初のキャラクター。そいつには調香師教えたんだけど、まあでもさね、DB でやってたっていうのもあって、もう全然なんか取っかかりもなく普通にできたんだけど、確かになんか考えてみたらちょっと難しいところあるわ、このゲーム。よし、占い師治療完了暗号機めちゃめちゃ進んでないやんけ、この試合マジで進むの遅いやんけ、これどうする。ちょっと待って、まだ1個しか解読できてないのか。来てるし、え、これ俺んとこ追ってくるかな。いや来るな、来るな、この感じ。じゃあちょっと弁護士の能力をふんだんに使いながら逃げちゃうよ、これこれ振ってくる、振る。なるほどね、強気にね、板をこう怖がりもしないでガリガリやってくるタイプだ。これね、系統も分かってたら割とこの板のちょっと使い方的なのあるから。さあ、おい、空だる、空だるびっしょ、危ねえ危ねえ。今のちょっと当たりたくなかったね、今ね。でそこの板1枚使ったから、これ追いかけてくるかな。来るんだったら鳴るだけ。ああ、写真撮られた、ダメだ、これ俺も俺のこと追ってこないわなあ。どうしようかな、これもうここ解読いけそうちゃいけそうなんだけど、頑張れるかな、これ。絶対来る、絶対来る、これ絶対来るから俺の胸像今ダウンしてるね。で、あと3秒後ぐらいにここ来るから、はい、1、2、3。おお、びっくりした、ガチやんけ、ガチで来るなんて思わなかった、ガチで来る。うう、危ね危ね危ね、ここなんとかしたい。いや、これはあえてちょっと一発もらった方がいいんじゃないか、これもらってあえてこう離れる感じを出して追ってこないと思う、絶対。はい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 、消えてた消えてた。で俺の胸像を取りに行くからこれちょっと直しちゃおう。ズーズーしく直していくよ。おい、つけろ、つけ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 、ナイスナイス。ここついたのはマジででかい、本当に。てか暗号機あと3個も残ってんじゃねえかよ、マジかよ。もうこれ鬼がね、ちょっとそういう暗号機をね、なかなか進むことをなんかこう妨害してくるような鬼だから、普通の鬼だったらもう多分ラス1ぐらいまで行ってたね、試合時間的に。まあなんかそのね、デスノートって頭脳戦だよみたいなこと言うんだけど、どんぐらい頭がいいかっていうと、東大とは書かれてない、なんか東欧大学みたいな感じで書かれてたと思うんだけど、まあ俗に言う一番頭のいい大学の、まあ、首席で入学して、なおかつそのなんか試験ね、その試験になんか10分前にその試験会場に入るっていう余裕ぶり、君もう10分前で早く急ぎなさいみたいなこと言われてる中で、頭の中でなんかこう待つの嫌だったから3分前に入ろうと思ったんだけどなみたいな感じの余裕のぶっこき方で、一番その成績トップで、そのね、なんかその挨拶あるじゃん、首席挨拶みたいなのが、そういう
うのもしっかりこなすっていう。で、おもろいのがその首席一人じゃなくて、もうなんかね、どっちも満点なんじゃないかっていう、実はもう一人いて、そのもう一人が L なんだよね。八神ライトがキラなんじゃないかっていうのをなんか早急にこう目星をつけて、もう自らこう釘を刺すのも含めて会いに来るっていう。でその二人が初めて会った時がそこなんだけど、もうおもろいよ、マジバチバチで心理戦どう答えるのか正解かみたいな、引くか押すかっていう、いや押したところでここは意味ないみたいな感じのを永遠にやり取りしてるっていう感じ。待って、これいけんじゃないの、これ、え、これいけんじゃない、これ頑張ったら一等航海士、俺とお前の力、これ頑張ったらこれいけるって、これつけがない。俺がまあ無駄話しないでもうちょっと早く走ってたら、まあ、全然ついてたね。俺のせいかもしれん、今俺のせいの可能性はすごいあるわ。頑張って救助して、頑張って救助してくれ。残り1個だから言うて、この1試合バカ投げな、本当に相当戦ってる気がするぞ。もうやってるやってる、ナイスナイスナイス。でこれあそこの暗号機はなんか進んでなさそう、全然進んでなさそう、これ本当に。どう、おー新品じゃねえかよ、どこだよこれ。あ、 61% のとこあるぞ、あっちが 61% か。だけど一等降下士も殴られてるな、そっちか。いやこっち来るよな絶対な、ここは全然、全く全然全然だ、ダメだ。一等降下士はでもまだ一回も釣られてないから、あの辺りの暗号機ちょっと行きたいな、行きたいけど相当警戒してるねジョゼフもね。仲間どこいんだろうな、ちょっとここの暗号機まずちょっとやっておくか。向こう相当警戒してるから全然向こうから離れないのよ今。やるしかねえ、ここやるしかねえな。いやーでも 27% か。一等航海士がそのままジョゼフにチェイスされてて、来てくれ仲間、一緒に治療しちゃおう。いやーでもあれだ、共存の世界がまず終わんないとダメだなこれ。お、超公式だこれ、ワンチャンいけんじゃないの。あ、さすがに無理か、さすがに戻っちゃうな。これジョゼフがねすぐ近くにバッて出てきた瞬間一番怖いんだよね、急にホラーゲーム始まるから。あ、ないない、ナイスナイスナイス、素晴らしい、来てる来てる来てる、いいよ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 、これでかい。ここも65はすごいでかい。ここ進めつつ一応奥の方に半分以上やってるとこあるから、これいけるんじゃない、これいけるぞこれ、来い来い、ういういさあどうする。いやこれ間に合うか、間に合うか、間に合い、ナイスナイス、間に合った間に合った間に合った、これあるぞ、これもう一箇所のところ 85% ね、ナイスナイス。そこあと 15% だったらこれ仲直り完全にいける、これガチでいけるわ。いや長い戦いだった本当に。デスノートもね、なんかエルとあのヤガミライトの決着のつくシーンは、まあ、それあるのよ一応、それあるんだけど、すっげえ長い戦いに思いきや漫画的な数で言うと何巻だっけな、なんかね結構ね序盤の方でね決着つくんだよね全12巻でなんか半分半分ぐらいのところでその決着つくのかな確か。そうで残りの話とかもあるんだけど意外に早いのよ関数的に見ると。でもあの文字が小説ばりにあるからデスノートって、全12巻だけど36巻ぐらい見た気分だよ本当。1日1巻見るのが結構きついもん俺、漫画大好きで結構3巻4巻ペラペラ見ちゃうんだけど、もう1巻見んのマジできつい本当に。なんかね寝ちゃう、寝ながら見てたら、小説な寝ながら読んでる感じで。そういうのでボリュームね12巻しかないとはいえどすっごい楽しめるから、もうマジで見てない人はちょっと見てほしいね。この八神ライトの顔にかけてイケメンなんでね、このイケメンがどんどんこう悪に染まるというか、なんかこう崩れていく姿を見て楽しんでほしいわ。でもなんかほんとデスノート見てると、なんか何が悪で何が正義なのかっていうのはまあ一応わかるんだけど、悪なんだけどちょっと応援したくなるっていう自分のその感覚あるんだみたいな。ダークヒーローっているじゃん、おなんか闇側からなんか支えるみたいな。ダークヒーローっていう言葉に収まりきらないの、八神ライトってもうスケールがでかすぎて。でもねちょっとこう応援したくなるっていう、なんかこうどうなるんだとか、なんかこうすごい心つかまれんのよ。やっぱ顔か。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。